ケイタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。僕たちが主にやってるこのインターネットビジネスってですね、はい、そもそもお客さんが全部検索から来るじゃないですか。はい、ね、何かを調べてると、情報を調べたり、はい、物を調べたり、サービスを調べたりっていうね、はい、ということで調べてる人はどのくらいいるかっていうところがやっぱりね、このパイっていうのが決まるわけですよ。そうですね。そうですね。はい。っていうかね。はい。で、そうして考えたときに、どんな分野でも、ものでもサービスでも情報でも、それがインターネットである限り、はい、調べてくる人たちの奪い合いって一面もあるじゃないですか。そうですね。はい。で、そこを逆算して、キーワードっていう部分で商売してるのがアフィリエイトってところなんですけども、はい。あれも、例えば誰かがね、なんか、じゃ あ, あのディズニーランド行きたいって、ディズニーランドってこれ調べるといろんなものが出てきてみたいなね、はい、そこ で,、はい、でそこのキーワードから逆算された、お客さんが調べたいだろう情報をみんなこの ガチで作ってて、パチパチパチってね、はい、文章とかしいろんな調べをして、はい、でなんとかのじゃあディズニーランド周りのおすすめの宿泊ポイントとか、ディズニーランドのついでに行く温泉のスポットとか、なんだかそういうのがみんなもう ホームページができてるわけですか、みたいな、ね、そうですね。はい、はい。で昔はアフィリエイトの世界もすごい稼ぎが使ったんですよ、はい、なんかキーワードがいっぱい落ちてたんですよ。ああ、まだ使えるキーワードが、そう、はい、だからほんのちょっと頑張るだけで も,、はい、もうすぐに Google とか昔は Yahoo もあったけども、はい、検索上位っていうところに行って、はい、そこからお客さんが来てなんかクリックしたりなんか物をとそこ通して買ってくれたりとか、はい、そういうのがいっぱいあって、はい、アフィリエイトってものすごく稼ぎやすい分野だったんですよね。はい、だから周りがなんかいい加減な人たちも多かったし、はい、なんかサイトがこれ本当人間が書いてるのかよみたいな、ね、あのツールで作ったようなサイトとかも、はいはいはい、ああそれでもいけたんですね。そういう世界あったでしょ昔はね。なんかありました。ところが今の時代どうなってるかっていうと、はい、もうねそういうレベルだと誰も稼げないんですよ。はいはいはい、もうプロの世界になっちゃって生き残ってきた、はい、そうするとじゃあキーワードっていうところで見た時に、はい、もうありとあらゆるキーワードを予測したもう丁寧な屈強なサイトがもう用意されちゃって、はい、デザインもちゃんとしてまして、プロだったり誰が作ったか分かんないけど、はい、ものすごいクオリティなんだよ、はい、でそういう風に見てみると最近ほら僕たちが検索した時もいい加減な情報サイトって出てこないですよ。全然出てこないですね。なんかちゃんとしてるでしょ全部。はい、見た目もそうだし結構記事もしっかりなんかいっぱいなんか過去のなんか情報も含めて書いてあったりとか、はい、書いてあったりとかね、はい、うん、そうするとじゃあ新規でアフィリエイトやりたいですよっていう人たちは、はい、その人たち語らないといけないですよ結局は。いや厳しいですね。めくんないといけないんですよそれ。はい、それを倒していったら上に上位表示されるわけなんですよ全員。はいはい、そうですよね。そうですね、上回ったらね、はい、でさらにはもう昔だったらじゃあ新しいキーワードを探していきましょうっていう活躍なども結構あったんですよ。ああ、はいはいはい。ところがもう最近は新しいキーワードが出た世の中に出た瞬間に、はい、これがアフィリエイトの人たちにとっては新商品なんで、はい、新しいキーワードっていうのが、はい、そうすると、ね、プロたちが一斉に来るっていうそのキーワードに瞬間的に。そう、なんだったら世の中に出る前の予測でき得るキーワードっていうのもあるんで、例えば分かりやすいのはドラゴンクエストが10が出たらって言ったら、まあ、11と12も出るだろうなと思うじゃないですか、はいはい、そうするとそういうものも予測サイトがもう作られてるんですよ。はいはいはい、はい、ありますね。しかもその攻略ウィキとかになると、例えば攻略ウィキそのものにどういうキーワードが必要かって分かっちゃってるわけだよプロ。はいはい、そうするとじゃあのねガチャで出るなんとかのねおすすめリンクとか、とかおすすめ一覧とかね、ランキングとか、はいはい、中身は書いてないのにもうポイントだけあるっていう、はいはい、ありますあります。わかりますね。はい、だからもういきなりなんかもうまだ発売されてないゲームとかも300ページあったりとかしたり、はい、ね、だからこれが企業アフィリエイトでドシローとか01で稼げなくなっちゃった理由で、はい、だから決して01で稼げないってわけじゃなくて膨大なお金か時間か労力がいるんですよ。そうですね。あれあって予測でも記事作るのってかなりお金かかるわけですよね。もしくはね時間か労力、はい、時間もそうですよね、うん、で向こうたちなんてもうほらもうライターとか雇ってやっちゃったりとかしてるし、はい、あとはゲーマーたち雇ってやっちゃったりとかしてるし、はい、そういう人もその道のプロを雇ってもやってる世界で、はい、だからなんか個人で竹槍で戦えるようなもんじゃなくてもうみんな軍になっちゃってるっていうか、はい、勝ち組たちが、はい、そういう日々争ってる熾烈な世界なんですよね。あれはね、いやーすごいっす、うん、もう到底素人にはおすすめできないっていうね、はい、うん、でまあ携帯式とかの物販も、はい、同じような面があると思うんですよ。携帯式も要するに、ね、はい、
長で、はい、なんか何かその日本の商品を調べてきたりとか関連で行ったりとかしてると、はいはい、まあ、でも探し物してるわけですけど、みんなそうですね、はい、ね、あんまりほらネットの物販っていうのはパッて目について衝動が行ってないっていうかね、その01のところだね。そうですね、そこは関連はあるかもしれないけど、はい、うん、私は基本やっぱキーワードですよね。そうそう、キーワードですよね、はいはい、でそうすると物販のいいとこ悪いところだけど、物販ってめんどくさいんで、はい、発送しなきゃいけないとか、はい、ね、アフィリエイトみたいに、ね、お客さんがクリックしただけで利益が上がるとか、はい、資料請求しただけで、ね、5000円もらえるとか、そういう世界じゃなくて、はい、購入した商品をちゃんと、ね、携帯式であれば日本から海外に発送してあげないといけないっていう、そうですね、はい、うん、あとは英語だしっていうね、はい、でそういうところでですね、まだそこまでみんな入ってきてないっていう、そうですね、はい、そういう最後の砦なんでね、そうですね、まだめんどくさいっていうのは、はい、キーワードも穴があるし、まあ、キーワードを検索しても、じゃあもうバーッと競合が最初からそこまでいるわけでもないですし、うん、結構みんなぬるいでしょ、物販の人たちで、はい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 、うん、だからなんかイメージ的にはみんなね、あのほら、あの自分の商品見つけたやつを元に一個戦ってるような状態だけど、はい、イメージ的にはね、オンラインゲームでいうとドラクエっていうよりも携帯の場合は PVP で対戦するビビッドアーミーみたいな戦争ゲームに近いんですよね、はい、ああ、はいはいはい、うん、弱いやつから強いやつとか、はい、そうですね、ライバルありきですもんね、はい、あと個人でやってるやつから集団でやってるやつ、はいはいはい、全く一緒ですね。でその場合じゃあ01になるってどういうことかというと、ね、弱いやつら、自分が勝てそうなやつから倒していくっていう面があるんですね、はいはいはい、で逆に強いやつにちょっと攻撃を仕掛けちゃうと、はい、全めくりされるっていう、そうですね、そうですね、でもそういうふうに考えた時に、じゃあアフィリエイトとかと比べると、はい、その強いやつの強さっていうのもまだまだそこまででもないし、そうですね、あとはあのいい商品をゲットして、はい、でも途中でやめちゃったりとか、はい、挫折しちゃったりとか、はい、で横たわってるこの冒険者、はい、いいアイテムなんか持ってるのに、はい、横たわってる冒険者みたいなのがいっぱいいて、そうですね、そのアイテムを拾い集めるだけでも稼げるみたいな、はい、本当そうです、はい、すごい分かりやすいですでもこれがね、10年後20年後どうなってるかも分かんないですよ。そうですね、あのやっぱり大手さんも入ってくるでしょうしね、うん、もっともっと今よりも、はい、そう、まあ、めんどくさいっていうところがね、はい、あのみんなの進行をね、あの参入を、はいはいね、心の障壁もあって、そうですね、補足してくれてる部分あるんだけど、はい、遅いだけでアフィリエイトの方が来るので、はいはい、同じような状況には将来的になってくると思ってね、ですね、はい、うん、だからじゃあいつまでだったら間に合いますかとかね、そういうのだって結局そのライバルたちの相対関係がどうしてもあれですか、ビジネスやら、そうですね、はい、自分だけが世の中やってるわけじゃないんでね、はい、だからまだそういう、ね、プロたちが一斉にプロしかいないような状態になる前に、はい、ちゃんと参入して、はい、で自分がプロ側に行って後から来るやつに、ね、もうちょっとなんかつっついてきたら全めくりしてあげるぐらいの勢いの平坦とかね、はい、あとは自分のスタッフだとかね、はい、いろいろそういうの積み上げるとどんどん強くないじゃないですか。そうですね、そうです、はい、で例えばその時になると、いや、ね、海外輸出物販やる時に、いやここのね、カテゴリーは手を出しちゃいけないみたいな、そういう伝説的になるような感じで、はい、実際そうですね、やっぱり10年20年とやっていてすごいこう強く見えるプレイヤーいますからね、はい、うん、まあ、強くてもね、はい、ザルだらけだったらね、いくらでもできるんだけど、そうですね、はい、でも中には強いのにちゃんとケーラ隊まで準備してるやつがいますねちょっとついてきたら、はい、攻撃されて、ね、はい、一瞬で消毒化するみたいな、はい、そういう面があると思うんですよね。ありますね、はい、まあ、ただそうは言ってもそういう人たちと戦わないでも全然まだまだあるじゃないですか。ありますね、はい、うん、これがある限りは携帯式は01になれるし、はい、稼いで積み上げることができるっていうね。そうですね、うん、なんだったら僕たちの仲間だけで全部固めちゃうぐらいで勢いしたいですよね、アメリカはね。いや本当そうですよねはいしっかりとしたそう考え方があってやってる人ってそこまで多くないので、本当、うん、無理じゃない話だと思います。はい、はいはい、ね、そうすればまだまだね稼げますんでね。はい、はいはい、僕たちのこの携帯式の目標としては、はい、まあ、個々も強くありながら軍としても強いみたいな、はい、携帯式に入んないと生き残っていけないよぐらいの勢いにしたいですよねそうですね、田舎みたいな、はい、まあ、ちゃんとやる人たちの集まりっていう感じになって、本当そうですよね。そうで、はい、もうほらね、
今だと芸達式総会でみんなは、はいはい、この間もね、ほらあのいや月収400万6ヶ月でなりましたみたいな、そういう可愛い報告があるんだけど、はいはい、ね、そのうちも芸達式総会でだったら、ね、この全体で戦略マップみたいなのを掲げて、はいはい、ちょっとここ誰かまだ空いてるよっつって、ここも芸達式落とさないとダメじゃないみたいな、ね、それででも言うやつがいるんですよここにっつったら、はいはい、じゃあレイド戦仕掛けるかっつって、レイドバトル仕掛けるかって一斉に攻撃するからそこ、いやそれはできますね確かに言われまで一斉に確かに1年間ぐらい攻撃すれば下手るんじゃねえかみたいな、いやそうですね、いや平坦があってちゃんと戦略的こうみんなでやればできちゃいますからね、それできちゃうじゃん、別にできない、はい、全追い出しっていうのはね、はい、だからそこまでこう集団として軍でこう強い人そんなにないので、みんな個人がこうひょっとあの、はい、近くなってるような人たちが多いので、はいね、だそういうね、やっぱりどんなビジネスだっても戦いなんでね、セブンイレブンだとそうじゃないですか、はい、既存の小売店をまずぶっ壊して全部、そうですね、はい、ね、でローソンが入んないようにセブンイレブンとセブンイレブンの間にセブンイレブンを作ったりとかね、はいはいはいですね、でも世の中のありとあらゆるモノサービス情報ってね、そういう戦争っていう一面もありますからね、どうしても、ね、ありますね、はい、うん、ケイタさんがやってるリアルビジネスだってそうですよ、周りのライバルが気になるし、やっぱり、いやそうですね、もうまあ言うたら、まあ、奪い合いっちゃ奪い合いですから ね、 ね、はい、うん、新しいやつが出てきて、どこの誰だみたいなね、はい、感じが、はいはいはい、新たんものが、そうですね、はい、まあ、ただリアルのビジネスのメリットデメリットっていうのはあって、はいはい、まあ、こっちが相手をどかしづらいけれども、相手も自分をどかしづらいっていうのはありますけどね、そうですね、はい、ネットみたいにちょこちょこ やったりやめたりとかできないですからね、はい、うん、ケイタ式の場合も、はい、弱いうちっていうのも相手からもやられやすいけど、ケイタさんぐらい強くなっちゃうと、はい、もうどかしようがなくなるっていうかね、その相手も、はいはい、そういう部分もあるじゃないですか、そうですね、下手に乗っかってもやられちゃうだけですからね、そう、はい、だそこまでいけたら本当にネットビジネスはね、ケイタ式はですね、はい、強いんじゃないかなと思うんですよね、そうですね、うん、もうずっと稼ぎ続けられた自分の領土のことで、はいはい、で城壁をどん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 強化していくみたいな、そうですね、そうですね、年月の経過ともに、はい、うん、あとは年月っていうで新参者が遡れないっていうかね、どうしても、はい、っていうものもあるから、はい、ね、こういうところもやっぱり考えて戦略的にやっていくと、はい、まあ、非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますよね、そうですね、はい、はい、ということで引き続きで僕たちのこの、ね、野心野望全制覇を目指して、はい、なんだろう、 外国人も全部倒していくぐらいで、ちょっと将来的には頑張っていきましょう、ちょっと、はいはいはい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。